Hey everyone, 元気ですか？デッド日経へようこそ。今日はワークアウト。毎回デッドリフトの日に実際にデッドリフトの動きに入る前に僕は軽くウォームアップしてます。さっきもうやったんですけど、毎回よくやるのがヒップアダクションとアブダクションのマシンで内転筋外転筋を軽く温めて、あと、まあ、懸垂バーにこうやってぶら下がってちょっと背中をストレッチ、時々レッグカールで、まあ、10から20レップほどやってハムストリングも温めます。でそこから実際にデッドリフトの動きに入って、まあ、ウォームアップセットをいくつかやりながらビルドアップしてメインセットに入るのが、ウォームアップセット立ち終了。今からメインセット。今日は、PR マックスの 80% を5セット3レップやるので、じゃじゃん、ここには 167.5 キロ乗ってます。まあ、本当は168なんですけど、ウェイトのプレートがある範囲で、まあ、試写購入して、まあ、一番近い数字にしてます。この前のデッド日記でやったそのメインセットで そのスローモーションのなんとかなんとか、あれ楽しかったからもう一回やりましょう。それではお楽しみください。メインセット立ち終わりました。で、スローモーションにしたので、その、まあ、スピードとかちょっと分かりづらいと思うんですけど、今日感覚的にはレップ毎回いいスピードで力強く上げられたと思います。今日は結構調子いいです。で、これから第2種目目のデフィシットデッドリフトに入るんですけど、今日はマックスの 74% を2セット5レップやります。155キロ。デフィシットデッドのために僕はこうやってウェイトを2つ毎回重ねてます。これが1枚でも2枚でもか構わないんですけど、まあ、毎回同じような感じでやればいいと思います。もちろん1枚だけより2枚の方が、まあ、その分レンジオブモーション ROM が大きくなるので、まあ、その分は大変になります。あとそのデフィシットデッドリフトって結構、まあ、普通のデッドリフトもそうなんですけど、このラット筋を結構意識して固めて、まあ、上げないとバーが前の方に、特にこのデフィシットデッドリフトは流れそうになるので、そこら辺は注意してください。前回のデフィシットで僕ちょっとすごく疲れてて、何回かレップの中でバーがちょっと前の方に流れてしまいました。そうすると、まあ、この腰がその分負担をこうやって一気に背負うことになって、ちょっと腰が丸まっちゃうパターンになりがちです。あともう、まあ、危ないです。今日は特にもちろんラットのこのスクイーズを意識しながらやっていきます。よりまあ、終わり。まあ、太もも感じたけど、すごく背中も意識して
上げられましたらもうすごい広背筋に効いてます。次の種目、普段だったらこのデッドリフトの日にベントオーバロー、バーベルを使ったベントオーバローもやるんですけど、今日はちょっと特別に自分にご褒美でこちらのシーテッドローをやります。次このレッグカールやります。で3セット15レップなんですけど、その重量、今このワークアウト6はこのサイクルの2回目です。5から始まって5、6、7、8、なので今日のこの重さはこのワークアウト2、ワークアウト2より5キロ重くします。なのでワークアウト2がまあここだったので今日はここにします。まあ、ちょっと混乱するかもしれないんですけど、まあ、コメント欄に毎回やったことを書いてるので、まあ、それを参考にどうぞ。ということでデッド日記6ワークアウト6終わりました。いつも通りきつかったんですけど、まあ、今回も無事計画通りに行けました。そしてこのもしこの視聴者の中で背中の厚みを出したい、体をもっと強くしたい、まあ、体全体厚みを出したいとかそういう悩みがある人はぜひこのデッド日記チャレンジしてみてください。プレイリストにね1から、まあ、全部並べてあるので、ほら僕だけがやるためじゃなくて、まあ、ぜひ皆さんにも参加す、まあ、興味あれば参加してみてください。もしこういったデッド日記が好きでしたら、この動画をパンパンドンドンしてください。あとコメント欄に皆さんのコメントをご自由に、登録したい方は登録よろしくお願いします。最後まで見てくれて Thank you very much. Work hard. See results. Thanks for watching. And I'll see you again soon.